皆さん、こんにちは。こんにちは。2021時アルビキックオフライブスタートです。よいしょ。今最初噛んだのバレましたかね。バレましたね。2021アルビキックオフライブ、改めてスタートさせていただきます。ということで、今回は、私、森下秀明と激おこの秋山智信と激おこの小谷はじめです。よろしくお願いします。いや、嬉しいです。ありがとうございます。ということで、私、森下は今期もですね、スタジアム MC をさせていただくということで、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにお二人は、今期は何か決まりましたか？はい。いや、何かの形で、例えば NCV なので、はい、あるあるアルビとか、そうですね、担当させていただきますので、はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、一緒に応援していきましょう。はい、お願いします。お願いします。さあ、ということで、今日でございますが、メインはですね、選手の皆さんの声を聞いちゃおうということでございまして、4グループに分けまして、トークの方をやっていくと、こういうことになります。はい。そして、今日は皆さん YouTube でご覧になっているということでございますので、ちょっと説明をお願いします。はい、というわけで今回はですね、皆さんに配信映像を視聴していただきながら、ぜひスーパーチャットでクラブを応援していただきたいと我々思っております。スーパーチャットについて軽く説明いたします。YouTube にログインしていただき、コメント欄の、下にあります円マーク、日本円の円マークをクリックしていただき、その後スーパーチャットを応援コメントと一緒に送っていただくことができます。もう、なんかちらっと映りましたね。金額をその後入力していただき、購入して、送信を押していただきます。その後、支払い方法を選択し、クレジットカード情報などを入力して、支払い完了と。その後にコメント欄にギフティングした金額とコメントが表示されますので、我々どしどし紹介させていただきます。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、実際に今もですね、スン君さん、またタムルユーさんから、ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいですよ。ぜひ、どんどん皆さんもスパチャー送ってください。お願いします。お願いします。今回のギフティングは、講演会にクラブへの財政支援金として寄付させていただくということで、はい、皆さんご協力よろしくお願いします。お願いします。では早速選手トークショーに行きたいと思いますが、まずはチームを代表しまして、早川文也選手からご挨拶をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、アルビキックオフの早川文也です。例年は激励会を通して皆さんと接したり、パワーを持ったりする機会がありますけど、今回なかなかそういうことも言わずに難しいことがあると思うので、今回のオンラインイベントを通じて皆さんと少しでも交流できたら嬉しいですし、また私たちもまたこれからキャンプを始めますけど、その前も皆さんからいただきながら、しっかりといいキャンプをやって開幕に向けて頑張っていきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、早川選手には後ほどトークショーの方にも参加していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、続きまして、本日のイベントの主催であるアルビレックス新潟後援会の唐沢翔三会長よりご挨拶を申し上げます。アルビレックス新潟のサポーターの皆さん、こんにちは。後援会長の唐沢です。昨年は皆様から物心両面にわたるアルビレックス新潟に対する熱いご支援を賜りました。誠にありがとうございました。心から感謝申し上げます。例年ですと激励会を行うところでありますが、今年は中止となりました。新たに加わった選手も皆さんは大きな期待を寄せられていることと思います。今日は2021アルビレックス新潟キックオフライブを実施いたします。大いに楽しんでいただきたいと思います。そして講演会は今年も全力でクラブを応援してまいります。皆様におかれましても J1 昇格に向けて、どうかアルビレックス新潟を昨年以上にご支援ご声援を賜りますよう心からお願い申し上げます。ありがとうございました。
さあということでございまして、はい、ここからはいよいよトークショーということになるんですが、うん、今あの選手がですね、はい、準備をしている最中だということで、はいはい、お待ちいただきたいなというふうに思いますけど、すごいあの、うん、グループ1なんですけど、まあ、先にちょっとどなたが出るのかご紹介させていただきたいんですが、はい、田中達也選手、堀米雄斗選手、小島良介選手、星雄二選手、福田明人選手、谷口海人選手と豪華です。突破だから豪華ですね。ありがとうございます。いや、多分全グループ豪華なんですけど、ちょっとここはあれですよね、あの堀米選手と田中達也選手がいることによって、うん、なんかこう首脳陣っぽい雰囲気になるんですね。確かにそうです ね, ね、ありがとうございます。ああ、そして今しげぞうさん、そして iPad かすやさん、スーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。あとあの僕結構あの今問題があって、うん、あの小島選手が大きすぎて後ろの星選手が見えづらいみたいな。はい、あ、そうですね、ちょっとずれていただいて多分で、そうですよね。ね、お、バッチリじゃないですか。バッチリ、バッチリですね。はい、ね、いいですね。まだ多分選手喋れないっていうか、あのそう、まだあれか、堀米選手が出ないのか。ね、あのちなみに選手の皆さんもう映ってますね。映ってますよ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。僕たちの声聞こえてますでしょうか。あ、ミュートを切ってくださいっていうことでいいんですか。はい、ミュートを解除してください。よろしくお願いします。あ、後ろから来ましたのが、うん、あら、堀米選手ですね。なんで俺さ呼ばれるか。皆さん、僕たちの声聞こえてますでしょうか。シーンって聞こえてます。あ、聞こえてます。よかった、よかった、よかったです。ありがとうございます。ということで、改めて田中達也選手、堀米雄斗選手、小島良介選手、星雄二選手、福田明人選手、谷口海人選手です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、ということで、まずはね、やっぱり重鎮感のある2人に話を聞いていこうと思うんですけど、はいはい、田中達也選手と堀米選手、なんか昨年中断期間中に一緒にこうインスタライブをやったり、その他アウェーの食事とかでも常に一緒にいるなんていう話を聞くんですが、そうなんですか。はい、そうです。お、ねえ、なんかお二人が話するっていうとどんな会話をしてるんですか。なんだろう、何の会話してんだろう。いっぱい食べてる。タクさんがちょっとやっぱ寂しそうにしてるんで、俺と俊介で面倒見てた感じですかね。面倒見てました。やっぱあれなんですか、こう田中達也選手はその喋りかけづらい雰囲気とかが出てたりするんですか。出てないよ。出てないです、全然出てないですよ。けど人見知りなんで喋れないんですよ。なるほど。本当はじゃあもうちょっとみんなに話しかけてもらいたいんだけど、なかなか来てくれないみたいな。そうですね、最後の方は結構いじられるんですけどね。あ、そうなんですね。あ、はい、結構じゃあ最初はみんなちょっとビビってるけど、あ、いじっていいんだみたいな空気になるという感じ。いや、もうガンガン行った方がいいですね。本当に。おね、まあ、ちょっとお二人に聞きたかったのが、あの特に昨年のアルビってこういろんな選手が雰囲気すごい良かったって言ってらっしゃったんですけど、まあ、それは本当ですよね。本当です。なんかなんでそんなに雰囲気良かったんですか。どうですか、みんな仲良かったですよ、やっぱり。グランドの上もだし、フラットハウスの中でもまとまってる感じはしました。ああ。なんか今までの、その、まあね、田中達也選手はすごいあの元気生活長いですけど、それでもすごくいいチームの方というか。はい、まあいろいろありましたけど、なんとかこうチームがバラバラにならずに、うん、進めたのはそういうところが大きかったなと思います。なんか選手でいうとこの選手のこう役割が大きかったみたいのもあったりします、誰が。あ、堀米です。堀米。お互いのね。あ、いい関係ですね。いや、もうたくさんがやっぱりあのあだこうだ言わずにとにかくなんだろうな、行動で引っ張るタイプの人なんで。だからまあ、おかげさまでみんなやっぱりついてったんで。
ああ、背中で引っ張るという。今の堀米選手、背中思いっきり見えてますけど、もう引っ張られてます。あ、もう本当に引っ張られてます。引っ張らないといないと、もう、ダメですね、このチームは。ありがとうございます。さあ、続いて、真ん中のお二人ですね、小島選手と星選手ということで、お二人が、2018シーズンに大分で一緒にプレーしているということなんですよね。はい。なので、まあ、小島選手は2年目なので、できればこう星選手がどういう選手なのかっていうのを、まあ、ちょっと小島選手に教えてもらいたいんです。ユージ君は、俺が言うのもなんかすげえよくないと思います。上から行ってみます。まあ、生かせるし、生かされる。両方できる。うんうん、なんかまあ、言ったら何でもできます。何でもできちゃう。まあ、大体そうですね、選手は生かされるタイプか生かすタイプかみたいな感じになったりすると思いますけど。両持ちです。星選手、そんな完璧な選手なんですか？ハードルがめっちゃ大きいですね。ね、まあ、だいぶ星選手のハードル上がったと思いますけど、ご自身ではどうですか？自分のこうプレースタイルみたいなのとか。そうですね、生かされるタイプだと思います。生かすタイプ的な要素はあんまり強くない。いや、そういう、まあ、両方、はい、両方頑張ります。はい。ね、ちなみに、こう、性格的な要素とか、そういった部分は、小島選手、星選手の情報を知りたいんですけど、どうですか？あ、性格ですか？性格とか、プライベート。性格も間違ってないんですけど。なんか、穏やかな感じです。もうイメージ通りですね。怒ったところを見たことがないとか。怒ったところ見たことないですね。なるほど。星選手怒らないんですか？まあ、イラッとすることはあるんですけど、なんか怒るのにエネルギーあんま使いたくないんで、あんま怒んないです。ちなみにこういうことされるとイラッとするっていうのはあったりします？いや、こんな具体的になるんじゃないですけど。血液型いくつなんですか？血液型。逆に星選手に小島選手って本当はこういう選手なんだよとかそういうのがあったら教えてもらいたいんですけど。そうですか。はい。みんな分かってんじゃないですか、結構。なんだろう、意外といじると面白いし、なんか、ちょっとぶっきらぼうですけど、まあ、絡むと結構面白いところいろいろ出てくるんで、まあ、そういうところも。なるほど。いや、実は昨シーズンがそんなにこう、ね、ファンの皆さんと交流したりっていうのがなかなかしづらい状況だったので、その小島選手のその一皮を越えたところっていうのがなかなか見えなくて。ああ、なるほど。はい、時間かかりますけど、今超えてみよう。はい。ね、ありがとうございます。ぜひそういうところが今シーズン見えるといいなというふうに思います。さあ、続いて、福田選手と谷口選手いきましょう。はい、お二人は、高校が一緒ということになるわけですよね。はい。ですね。はい、四日市中央工業の先輩後輩で、年代的には重なってないけども、オフに谷口選手が福田選手に挨拶の連絡をしているということなんですね。はい、はい。福田選手からすると、なんで電話来たんってなったってことですか？いえ、後輩ってことは分かってたんで、うん、連絡くれて、リッチな後輩だなと思いました。そういう意味でこう、福田選手はどうやってこう、なんていうか、返答というか、したんですか？どうやって返答したっけ？
よろしくねみたいな、わざわざ連絡ありがとうぐらいです。あ、結構じゃ優しい感じで言ったそこでおらつけないでしょ。ね、あの谷口選手はどうでした、その電話した時とか覚えてます？はい、まあ、あの先輩なんでちゃんと挨拶しとこうと思って連絡しました。リチですね。うん、怯えてはないですよね、今ね。後ろからのプレッシャーを。ね、先輩が後ろにいるのはやっぱりちょっと緊張するんですか、今でも。逆外からです。いやちょっとなんかあれですもんね、完全にやっぱ怯えてますよね。後ろ先生、あの優しいですよね。優しいですよね。多分優しい、自分で言うのもわかんないですけど、優しいと思います。谷口選手は言わず、ね、苦笑いです。谷口選手、あの、優しいらしいんで、あの、落ち着いていいですよ。大丈夫ですよ。めちゃめちゃ優しいです。はい、よかった。そういうことにしときましょう。ちなみに谷口選手はこう、あれですか、普段からこう、あんまり喋るタイプじゃなかったりとかするんですか？そうですね。まあ、人見知りなんで。まあ、仲良くなればっていうか。は喋るかなと思います。今どうですか、チームですでに仲のいい方とかはいるんですか？あ、まあ、新加入で一緒に入ってきた人たちだったりは喋れるようにはなってきました。まあ、皆さん優しいんでキャンプでどんどん話せるようにとは思ってます。すごいね、なんかこうスタートがだって喋れるようになりましただもんね。仲良くなりましたじゃなくて。確かに。なんか会話をまずねえ、すごい。あの福田選手はどうなんですか、こうあの例えば高校の後輩とかだとプレーとかをチェックしてたりとかはするもんなんですか？はい、もちろんしてますよ。してないね、これしてないの。ねえ、あの谷口選手のプレーとかって説明できます？説明ですか？普通にあれです、あの J3 得点王で結構スーパーな感じです。スーパーな感じ。雑誌で分かる知識ですそれ。ねえ、でもどうですか、あのそれこそあの福田選手、あの昨年出たのチョンテ選手にすごいパス出したじゃないですか。はい、それが谷口選手にああいうパスが行くってことじゃないですか。まあ彼があのレベルのゴールできるかどうか分かんないですけど。プレッシャーかけていますね、圧力が。でもまあ、はい、そういうのできたら、あの母校のあの人たちも嬉しいと思うので、はい、頑張っていきたいと思います。ね、あの谷口選手、あの福田選手からどういうパスが欲しいですか？あのゴッツァンゴール欲しいです。いや、もうちょっとなんかね、あの仕事をしてください。もうお膳立てが整ったようなパスが欲しいと。キーパーもいないようなパスを。わかりました。さあ、どうですか、あの皆さんから質問とかって。そうですね、今のところ福田選手の背中からの圧がすごいっていうコメントがすごいです。他のですね、また皆さんにもたくさんいろんな質問していきたいなと思うので、あの質問いただいてますね。あ、いただきますか。白ネギリさん、新加入の選手に聞きたいのですが、新潟のサッカーに関する魅力とはどんなところでしょうか。ぜひご自身のプレーも含めてお聞かせください。じゃあ星選手と谷口選手ですね。星選手どうですか、その新潟のサッカー、新潟のサッカーのイメージと、それと自分のプレーを重ねて思うこと。まあ、試合にさせてもらって、まあ、しっかり後ろからリラックスして丁寧に繋いでいって、まあ、アタックスなのでアタッキングサードでは大体のスピードのイメージがあるので、まあ、そういう攻撃の部分で自分は得点チャンスにかかるようなプレーが出せればなと思っています。なるほど。やっぱりこうあれなんですか、その外から見て新潟のサッカーを見たときに魅力に感じる部分っていうのはあったんですか？そうですね、面白そうだなと、まあ、第一印象としては思ったし、まあ、自分の今までやってきたサッカーにもなんか共通点がすごいいろいろあったので、自分のそこに入ったらなんかいろいろできるんじゃないかなっていうのは感じました。なるほど。さあ、
谷口選手、同じ質問ですが、どうでしょうか。はい、主導権持って自分たちから仕掛けるっていう感じだったので、まあ、自分はゴール前で得点に絡めるプレーができればなと思ってます。うん、やっぱりあの新潟に行けばそれこそ点を決めるチャンスが多そうだなというところがこう移籍の理由だったりするんですか。うなずくだけ。いや、あのでもあの気持ちは伝わりました。ねえ、あのちなみに、まあ、あの昨年ですけども小島選手からもちょっとその辺の印象を聞いてみたいんですけど、どうですかその新潟のサッカーっていう、あの、まあ、あのもう1年その新潟を選んだっていうことになると思うんですけど、その辺の理由も含めて。まあ、監督も継続されましたし、まあ、去年積み上げてきたサッカーにまたこう上積みできればと思っているので、まあ、より精度だったり、連携の部分が高くていけたいなと思ってます。キーパーにとってはこうどうなんでしょう、大変というかやりがいとあるというか、そんなサッカーな気もしますけど、どうですか。やりがいありますね。あ、やっぱりやりがいある。攻撃でかかる時間が多ければ自分がこう仕事してるなっていう実感もありますし、まあ、守備だけで全然ボール取らなかったらあんまり個人としては面白いので、ありがたいです。なるほど。いや、みんなすごい前向きにね、あの捉えていただいて非常にありがたいです。楽しみですね。ぜひ今シーズンの活躍期待しておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。応援してます。ありがとうございます。ということで、グループ1、田中達也選手、堀米雄斗選手、小島亮介選手、星裕二選手、福田明人選手、谷口海人選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、ちょっとここでまたお知らせの方も、はい、行きましょうかね。皆さん、お願いします。選手のね、うん、あの新ユニフォームの姿を見てもらって思いますけど、うん、かっこいい。かっこいいっす。かっこいいっすよ。皆さん、今日選手が着ているあの今年のユニフォームの二次予約、こちらスタートしております。応援する選手のネームとナンバーが入ったものは1月25日月曜日までに予約すると3月6日土曜日のホーム開幕戦に間に合うようにお届けいたします。ご予約していない皆さん、まだ間に合います、うん、ぜひユニフォーム特設サイトをご覧ください。リンクは YouTube の概要欄に貼ってありますので、ぜひご覧ください。ご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日僕たちも来てますからね。はい、こちらかっこいいでしょう。はい、あれ、大谷君着ているのが、はい、アウェー。アウェーですね。ゴールドが入っている。はい、どっちもいいね。悩んじゃうね。いいんですよ。ね、あと、僕、ちょっと印象的だったのが、最後、皆さん手振っていただいたじゃないですか。田中達也選手、一歩も動かなかったですね。いやはい、さすが風格あります、ね。手を振る作業に関しても背中で語ってるという背中見せてないですよね。田中達也選手かっこいいですよね。いや、まあね、いや面白いですよね。なんかもうそれぞれ、ね、この喋るだけでプレースタイルまで見えてくるじゃないですか、はい、いいですよね。江口洋介のもう黄金時代みたいな口があるね。いや、僕は谷口選手と福田選手のその四中高ラインって言えばいいんですかね。あ、そのゴール見たいですね。ね、あ、もう一人ですか。あ、現地、もう一人でいいということで。ね、はい、もう入ってますね。ではね、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ご紹介させていただきます。グループ2がですね、長谷川拓選手、阿部光人選手、藤原宗也選手、うん、大本勇気選手、早川文也選手、高木義明選手、高見大地選手ということです。はい。ねえ、誰が来てないんだ、ちょっと待って。真ん中。はい。ちょっと待って。高木選 手。高木選手がまだ来てないということで。はい。いやー、ね、今日は本当豪華ですね。かっこいい。遅れてやってきましたよ。かっこいいですね。合コンでもこういう人がモテるんですかね。確かに。お待たせ。
合コンで高津選手遅れてきたらちょっと持ってかれちゃいますね。はい、まあ、ということで改めてご紹介したいと思います。長谷川匠選手、阿部光人選手、藤原宗也選手、大本裕樹選手、早川文也選手、高木義明選手、高見大地選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まずはですけども、ね、長谷川匠選手がまあ戻ってきてくれたよということで、お帰りなさい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですね。あの、長谷川匠選手と、あの、後ろのこの阿部選手が、あの、U18 時代で一緒にプレーしてるんですよね。あはあ、一緒ですよね。あ、よかったよかった。よかったよかった。ちょっとその辺から話を聞いてみたいと思うんですけど、阿部選手に聞こうか。あの、長谷川選手はその高校時代どうだったんですか。どうだったか。まあ、そうですね。2年生で唯一、あの、レギュラーというか、あの、中心選手で、まあ、あの、頼もしい後輩でした。あ、なんかそれこそあれですよね、4年ぶりぐらいに会うような感じになったということですよね。そうですね、はい、4年経ってどうなってました。いや、まあ特に変わらずそうですね、なんかあんまり面白くもなってないし、難しいですね。あの、長谷川選手、あの、金沢で、あの、トークの部分は鍛えられたんですか。いや、全く鍛えられませんでした。そんな胸張っていうことじゃないですよ。プレーの部分はどう、やっぱり成長を感じたりとかしました、自分でも。あ、まあ、はい、まあ、ある程度試合に出るように、まあ、いろいろ経験を集めたかなと思ってます。おー、楽しいですね。やっぱり柳下監督厳しかったですか。怖かったです、僕は。怖かった。ものすごく怖かった。ものすごい怖かった。やっぱりね、でもそういうね、指導者にまたね、あの、育てられてね、あの、帰ってきたんで期待したいなというふうに思いますが、さあ続いて、藤原宗也選手と大本裕樹選手ですね。こちらですね。はい。が、阪南大学時代の先輩後輩ということになるんですね。先輩が、大本選手ですかね。はい、なるほど。あれ、あの、大本選手、あの、ひょっとして後ろからプレッシャーかけてます？いや、全然。僕でもモバイル Z でもうすでにちょっとプレッシャーをかけてるシーンはない。あ、そうなんだ。結構あれですね、こう先輩的な空気を出してましたよね、大本選手。いや、それは。そうやの聞いてもらわないとわかんないです。じゃあご本人、ね、不機嫌ですか。でも大学から結構よく喋ってたんで、なんかこんな感じじゃないよな、こんな感じだし、不機嫌とかないです。はい、よかった。安心しました。で、宇治原選手どうですか。あの、大本選手とまた一緒になれたっていう感じ。あ、でも先輩はいるので心強いです。なんか挨拶とかもしたんですか、最初に。はい、挨拶。あ、久々。あ、でも長崎に行くと練習試合とかたまにあって、試合した時に挨拶はしたんで、まあ久々でもないなかった、そんな。ああ。あの、この選手、あの、藤原選手って普段どんな感じなんですか。いや、普段から結構おとなしいタイプです。口数も多分そんな多くないし、なんかどっちかって言ったら人見知りな感じなんで、おとなしい感じです。あ、やっぱり藤原選手そうなんですか。はい、そうです。頑張ります。ね、宇治原選手、どういう時にテンションが上がったりするんですか。テンション、そんなでも試合の時、やっぱり試合になると気持ちがこう変わるんですかね。一応仕事なんで
すげえかっこいい。かっこいいな。これはちょっと字幕がバンって出る。まあ一応仕事なんで。じゃあちょっと仕事のシーンもね、あの楽しみにしたいと思いますが。さあ続いてが、早川選手と高木選手ですね。なんかめちゃめちゃ仲いい2人らしいですね。早川選手、顔作ってますね。早川選手そんな、あ、いい笑顔。これ、千葉選手のモノマネじゃないですよね。違います。千葉選手 の、 あの新入団会見の時の顔、一緒だったんですけど、はあ、違うんですよね。違います。すいません。すいません。すいません。あの、お二人仲良しということなんですけど、なんかこう共通の趣味とかがあったりするんですか？よくお風呂は一緒に行きます。お風呂？あ、サウナ好きです。へえ。一緒にサウナにずっと入ったりとか。はい。おお。でも二人でこう競い合ったりするんですか？どれだけ入れるかとか。それはなくて、逆に、組合に管理されてます、時間とか。あと3分入るよとか、そういう感じですか。早く入らないようにと、あのなんか休憩時間をしっかり取るようになって、すごい管理されるようになりました、ね。すごい、トレーナーさんみたいな。なんか、洗いっことかするんですか？しない。そういうことですね。面白い。結構じゃあその早川選手はそのサウナの理論みたいのがあったりするってことですか？いや、よし君とサウナ行くようになってサウナの本で勉強したりとか、こういうのがいいってちょっと調べたりしました。勉強家ですね。実際にどうなんですか、あの高木選手、あの早川選手流のサウナの入り方したらなんか良くなったこととかあったりします？なんかこのオンとオフの切り替えとか、そのストレス解消とか、いろいろこう本読んで説明してくれたんで、なんかとにかく期待したなと思って。これ、切り取ればサッカーの話してるみたいになりますよね。オンとオフっていうと、そう聞こえますね。オンとオフと切り替え。あそれで、ね、あの実際にじゃあお二人で、お風呂入って終わりだったりするんですか？はい。あの、その一日の工程としてお風呂入って、で、そのまんま、バイバーイって感じだったりするんですか？だいたい夜に行くんで、お休みみたいな感じで帰ってきますよ。お休みすごい。はあ、仲いいですね。ね、さあ、そして、高見選手。はい。高見選手なんですが、大本選手と、はい、ワンちゃん勝手の仲間。ほう。ワンクリがあったとは。はい。ワンちゃん飼ってる仲間ということで、あのそうくくられましたんで、あのちょっとあの高見選手にはそのワンちゃんの魅力について存分に語っていただきたいんですけど。犬種は何ですか？犬種はコーギーとボーダーコリーです。お、2匹、あ、かわいいですね。結構その結構ワンちゃん好きでまとまったりするんですか？まあ、たまに散歩行ったり、あと去年はまあ、コロナだってあんまりみんなで集まらなかったですけど、ついてきたときにみんなで一回集まった。じゃあ大本選手と高見選手がそれぞれワンちゃんを連れて一緒に歩いてるシーンみたいなのがあったりするってことですか？あ、あります。はい、結構頻繁というかたまに、ね、それ見てみたいですよね。高木選手はワンちゃん2頭いるからどっちも引っ張ってるってことですか？あ、どっちも持つ時もありますし、まあ、奥さんと1匹ずつ持つ時もあります。あ、いいなって。すごい、やっぱワンちゃん愛してるんですか？ちょっと通信トラブルが。あのちなみにもう一個あって、高木選手、早川選手、大本選手、高見選手がアルビレックス新潟コーヒー部という。そうなんですよね。はいはいはい。去年カレー部だったんですけど、コーヒー部ができたんですか？こうカレー部からコーヒー部になったんですか？兼任です。兼任。兼部ができるんですね。はい、僕もいくらでもできます。部長はちなみにどなたですか？
あ、今いないですけど、あの島田譲さんが。あ、が部長なんですね。俺は見てるね、講師部に関しては。ねえ、すごい。あのさっきのワンちゃんの時もそうなんですけど、あの自分その部に入ってないのに藤原選手がずっと映ってるんですよ。確かに肩身が。で、藤原選手なんかあのここに入りたいとかあります？入りたい、あの例えばワンちゃんとかコーヒーとかワンちゃん部、ワンちゃん部なんですか？ワンちゃん部、コーヒー部、ペット飼いたいんですけど、うん、で、あの物件こっちそのベッドカレー探してたんですけど、いいとこなくて、はい、結局、あの、ダメだとおっしゃって、あ、はい、です。じゃあ、田上選手の犬を一緒に可愛がってください。そうなっちゃう。え、ちなみに、本当は飼いたかったのは何だったんですか？あ、猫ですよ、猫。猫だ、猫。あ、猫分。え、どう、あの、早川先生、猫部ってあるんですか、アルビに。いや、ないですけど、まあ、掃除の4匹飼ってるって。あ、そう。え、早川先生、誰が飼ってるって鈴木浩二選手が、あ猫を4匹飼ってる。4匹もう部長決定です。いや、4匹もいたら部長ですね。ねえ、なんか、あの、ちょっとあんまり出てこないんで、せっかくなんでちょっと阿部選手とあの長谷川選手にも行きたいんですけど、あのお二人はペットとかどうなんですか？いや、ペット飼わないですね。あ、あれなんか絶対だからあんまりこう飼う気がないみたいな。阿部選手よく見ないですか？今ドアップですよ。今ワンカットですよ今。阿部選手はこう休日何やってるんですか？休日難しいですね。あれじゃないですか、スラムダンクを見るんじゃないですか？あ、スラムダンク結構見ますね。あの寄りすぎじゃないですか、阿部選手。顔全部入ってないですか？スラムダンク。スラムダンク映画もできますからね。はい。すごい楽しみです。バスケが好きなんですか、漫画が好きなんですか？いや、バスケが好きです。いやもうそのセリフは、それはもうスラムダンクのセリフしたいです。バスケがしたいですではないんですよね。いや、バスケもしたいです。あ、じゃあバスケ部をちょっとツイートしてもらって、ね、いやあのロメロ選手がほら毎回バスケのユニフォーム着てたりとかするじゃないですか。バスケ部作ればいいんじゃないですか。まあバスケ部あら、言葉に詰まってしまう。困りましたね。そういうのではない。ちょっとあの長谷川選手、はい、長谷川選手、あの今油断してましたよね。油断してましたね、今ね。いや、あのこう攻撃がしっかり映るようにあ、優しい。優しい。さすがですね。ね、あの長谷川選手は休日何してるんですか？あ、いや、僕も特に何もしないです。いや、なんかしてくださいよ。ねえ、あんまり、じゃあ結構家でぼーっとしてるみたいな。あ、はい、ぼーっとします。天井磨き。天井磨き。ちょっと心配になりますよ。天井磨き。天井見る。あ、天井を見る。木目を数えてるんです。なんか大丈夫ですか、あの心に余裕がなかったりしませんよね？あ、全然、はい、もう過去からだいぶ余裕があります。逆にそれがいいですよね。そういう時間を過ごすと。森下さん、最後に、はいはい、あの阿部コート選手に、うん、中山筋肉やってもらいたいんですよ。え、そんなことできるんですか？あの前、あのこのオンライン出てもらった時に、うん、中山筋肉をスタンバイだ。阿部コート選手やってもらったんですけど、本家を超えたんですよ。いやいや、だって本家もすごいよ。本家以上の筋肉もう前来てる。やる気満々。じゃあ、阿部筋肉？阿部筋肉。阿部筋肉やってもらってもいいですか？忘れられないんですよね。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ行きます。あら、早川選手。
ダメですよ、そういうの。若手潰すのやめですよ。やばい、若いのよね、早めに。終わりましょうって今出てる。やばい、やばい。最後に、最後にお願いします。違う違う。声じゃない。アップで、アップで、アップで、アップで。じゃあ、お願いします。お願いします。え、やるんですか、これ。はい。最後、お願いします。いきます。あー音がもう、パワーの最後の、もうマイクが耐えきれなくなって。ありがとうございます。ということでございまして、いいですね、グループ2ですね、はい、長谷川拓実選手、阿部晃斗選手、藤原宗也選手、大本悠希選手、早川文也選手、高木義明選手、高見大地選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。一番近くで見てた高木選手が何を感じていたのかというね、お二人に挟まれてましたよね。行きますか、次。ね、はい、そうですね、はい、行きたいなというふうに思いますが、こちらでございますね、グループ3のトークショーの準備に、まあ、今、入っているんですが、現在、再入国後の自主隔離期間のため、本日欠席しているゴンサロ・ゴンザレス選手から、サポーターの皆さんへのメッセージがありますので、こちらをどうぞ。こんにちは、ゴンサロ・ゴンザレスです。Hoy comienza un nuevo año, un año en el cual estoy muy contento de estar acá nuevamente compartiendo con ustedes. Lamento mucho no poder encontrarme ahí, ya que seguimos en pandemia y debo hacer cuarentena tanto para cuidarme a mí como para cuidarlos a ustedes. Se viene una nueva temporada, una temporada donde todos recargamos sueños y recargamos energía, pero hay un sueño que aún sigue intacto y que nos une a todos, que es dejar a este gran club en donde se merece estar.A ustedes les pedimos que nos acompañen y que nos sigan con la misma pasión con la cual lo hicieron y nos apoyaron la temporada anterior, que la verdad estamos muy agradecidos. Y de nuestra parte, prometemos dejar la vida en cada partido y en cada pelota por este gran club. ¡Vamos al Virex! ¡Ay! ¡Sa! ということでございまして、また力強いメッセージもね、いただけたんで、ゴンサロ選手にも活躍期待したいと思います。いや、期待ですね。思いますが、さあグループ3の準備もね整ったということでございますので、はい、早速、ご紹介していきたいと思います。グループ3は、島田譲選手、岡本翔征選手、秋山博樹選手、鈴木浩二選手、ロメロフランク選手、矢村健選手、高高弘選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。反応、あれ、あ、よかったよかった。めちゃめちゃ見合ってましたよ、みんな。あれ、さあ、ここはまずは、島田選手と矢村選手、ちょっと行ってみたいんですけども、はい、お二人がアルビレックス新潟コーヒー部で、島田家に呼んで一緒にご飯など仲良しというデータが入っておりますけども、そうなんですか、島田選手。あのベビーシッターとして、うちに来てもらって。いいな。お子さんのお世話してもらってるんですか。そうですね。じゃあ、山野選手、そのお子さんと一緒に遊んだりするのがこう得意なんですか。いや、得意ではないですけど、あの子供は好きです。おお、いいですね。ちなみに、どんなことをしてこうなんですか、子供と一緒に遊んでたりするんですか。ちょっと、なんて呼ぶの？小生ちゃんが泣いてるよ。小生ちゃん。ちょっと。全然泣いてない。泣いて。リリシー赤ちゃんやな。お腹いっぱい。今日は何食べたいの？今日はカレーが食べたい。すごい、すごい、すごい。
このコント何だし、あの間にいる鈴木選手の辛さよね。どんどん行きましょう。はい、もう飛ばしましょう。すいません、はい、本当に。ね、でも柴田選手あれなんですね、実際にこうあのお子さん見てもらったりするとすごく助かったりとかしてるということですね。そうですね、家族ともども、はい。矢村さんによく聞いてますし、いや嬉しいですね。さあ、あのそのお子様役をやっていただきました岡本選手、そして、まあ、秋山選手の2人なんですけど、寮で2年間一緒で、自主練筋トレテレビゲームも一緒にやるなどすごく仲良しだったということなんですが、ね、まずは、まあ、あの岡本選手、まあ、おかえりなさい、おかえりなさい、はい、帰ってきました、帰ってきましたね、帰ってきていきなり赤ちゃんの役やらされると思いませんでしたね。ね、どうでした、その、 あの鹿児島での期間っていうのは。そうですね、試合に出れたことがとても大きかったです。結構こうサポーターの皆さんにもなんか愛されていたというような感じがしたんですが、どうでした。そうですね、サポーターの方々だったりチームに携わってくれる方々が温かく接してくれて、すごいとてもやりやすい環境でした。あで、ちなみにこう秋山選手、あの、まあ、あの半年ぶりぐらいになるんですかね、あの会ってなんか成長したなとかって感じた部分とかありました。まあ、体つきが変わりましたね、結構。あ、すごい。体つき、どういう感じになったってことですか。去年のシーズンの最初に比べて、まあ、一回り体が大きくなったなっていうのは帰ってきたら感じましたね。あ、体も大きくなった。なるほど。で、ちなみに逆にあの岡本選手から見て秋山選手あれ変わったなとかあります？いや、変わったなところ、そうですね、すごい自分に自信を持ってしゃべるようになってます。でも言ったからもう変わったという、でも秋山選手自信つきました今。自信あります。自信あります。自信ありますか。自信ありますって、ね、まあ、でもあの両選手にとってもどうですか、やっぱ今シーズンね、あのまずスタメンダッシュっていう非常にこう大事なシーズンになるんじゃないですか。そうですね、すごいとても大事なシーズンになると思います。うん、秋山選手は、はい、まあ、去年ちょっといろいろ悔しい部分もたくさんあったので、まあ、それを、今シーズンの力に変えたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。さあ続いて、鈴木選手とロメロ選手、鈴木光選手とロメロフランク選手なんですけど、あ、そうか、町田ゼルビア時代に一緒にプレーしているということですね。じゃあのロメロ選手からあの鈴木選手こういう選手なんだよっていうのを改めて教えてもらってもいいですか。あ、俺ですか。あ、はい、そうですね。はい、でも映像で見た方が早いんじゃないですか。そうですね。まあ、点はすごい取ってくれるという一つと、あと、そうですね、動き出しだったり、まあ、ボールの収め方だったり、あと、千葉はすごいのは、チームのためによく走るし、頑張る。いいですね。うわ、すごい。いい。鈴木選手どうですか。こういう感じのプレーっていうことで大丈夫ですか。全部合ってます。なんかあのこういうのを見てほしいとかってあります。サポーターのみんなにこういうとこ見てほしいなとかっていうのは。いや、そうですね。まあ一番やっぱゴール決めてるところも見てほしいと思ってますし、まあでもチームで一緒に戦って、まあ、勝利を喜び合えることが一番かなっていうふうに思います。あのロベロ選手すごいこうあの、まあ、記者会見の時とかもそうなんですけど、すごいこう真面目そうな雰囲気鈴木選手あるんですけど、あの実際こう普段とかはどうなんですか。いや、多分まだすぐ出してないです。あら、あ、これからだと思います。プライベートではどんな感じなんですか。なんですか。プライベートではどんな雰囲気なんですか。プライベート、
あまりプライベートの交流がなかったという。今後に行きたいですね。鈴木選手はどうなんですか、そのプライベートの面でいうとこう皆さんと仲良くするようなタイプなのか、それともあんまりしないタイプなのか。まあ、着替えはします。着替えはしますと、はい、気が合いそうな選手はいました、アルビに今のところ。今のところはいます、はい、どうなんですか。いや、ちょっと探しますふわふわしてます伊藤です。あ、伊藤選手。いや、違う違う、なんでもない。なんでびっくりした。さあ、続いてなんですが、切りました。すみません、切りました。はい、次が、矢村選手と、甲選手なんですけど、市立船橋時代のチームメイトということで、先輩が矢村選手なんですね。はい。じゃあ、矢村選手からも、甲選手がどんな選手かっていうのをちょっと教えてもらっていいですか。いや、でもなんか、高校の時の自分の印象と、その、まあ、去年、山口とかで対戦した時の印象はすごくガラッと変わって、まあ、高校の時は結構、なんだろう、攻撃的で、結構ターンしてっていう感じのイメージだったんですけど、うん、なんか対戦してみたら、なんか、まあ、縦パスと入れるとかは、前からすごく上手い選手だなと思うし、なんか、守備で潰せるような選手になっていて、全然イメージが違ってました。じゃあ、この、会うまでの期間をすごくよく使ってたんだなっていう印象ってことですかね。高校から今までの期間を、すごいこう、いい感じに使ってたんだなっていう印象ですね。あ、わかりました。いわゆる普段の時はどんな感じの方なんですか、甲選手。普段の時は、あ、まあ、仲良くない。今後に期待ですね。このグループ気まずい、なんか。このグループ気まずい。なんかあったわけじゃないですか。そう、出番前なんかありましたもう大丈夫、大丈夫。これから仲良くなる。はい。ね、コウ選手に聞きたいんですけど、どうなんですか、こう先輩にこう久しぶりに会うっていうのはどういう気分なんですか。いや、久しぶりに会いました。はい。会いまして、どんな、こう、なんか気分というか、気持ち的には。久しぶりに会ったなと思いました。事実です、ね、はい、違う話です。甲選手はサポーターにこういうところを見てほしいとかあります。いや、まあ、ボール奪う部分だったり、まあ、熱い方だと思うので、はい、それを表現できればなと思います。ピッチでは結構、じゃあ、熱いプレーを見れるよということですね。はい。普段は熱い方なんですか。いや、そうでもないと思います。おー、クール。もうクールでもないと思います。あ、そうなんですか。クールでもない。なんかサポーターの皆さんに呼んでもらいたい呼び名とかありますか。ないです。あ、ないかよ。オバールベッドでヤンって呼んでくださいっていう言ってたのが印象的だったんですけど、ヤンって呼んでもいいですか。ヤン選手って呼んでも。あ、はい、全然大丈夫です。あ、ありがとうございます。うん、ちなみになんでヤンなんですか。なんか親父がもともと代表の選手なんですけど、中国の、うん、でその高弘のキロが向こうの読み方でなんかヤンって言うらしくて、でなんかちっちゃい時からいろいろステップアップしてサッカーやったらなんかどうもそれが浸透してってみたいな。でもう、はい、呼び慣れちゃったんで。
僕の。ああ、高弘の白が嫌なんだよね。そうです。もうあれですか、あの他の選手からもやんやんって言われてるんですか。はい、まあまだちょっと浸透してないんで早くなるでしょう。どうですか、チームに合流して結構喋った選手とかいらっしゃいますか。矢村さんです。矢村さんとどんな話をされました。いやもういろいろと、はい、なんかいろいろ話しました。察してやれよ、言えねえような話だよ。そんな怖い話してたの。いやでも、矢村選手、あれでしょ、あのなんかこう、新潟の情報とかって、矢村選手、新潟長いじゃないですか。で、それもなんかもう伝えたりはできたんですか。新潟の情報、ある日とかじゃなくて、その町としての情報とか。はい、あの、来て2回ぐらい。食事に行って、であとはなんかよく行く定食屋だったりっていうのをまあ軽く教えたぐらいです。ああ、食事ってやっぱりこう先輩がご馳走したりするんですか。か細い声ですね。自分もあの2人じゃなかったんで、うん、あの。ゆずくんもいたんで、ゆずくんにご質問になりました。高木選手が出したんですね。島田選手。ごめんなさい、ごめんなさい、ゆず選手ね、島田選手ね。あ、え、島田選手出したんですね。ゆずくん兄貴肌みたいな感じになってるんですかね。どうなんですか、島田選手。あのなんか島田選手がこうチームの中でこう兄貴みたいな感じになってたりするんですか。いや、そんなことはないと思いますけど、うん、なんか腹減ってそうだったんで。かっこいい。なんか可愛かった。腹減ってそう。なんか周りの選手の皆さんから若頭って呼ばれてるっていう情報が入ってるんですけど、今それ初めて知りましたね。影で呼ばれてたのかな。影で呼ばれてたのかね。え、バカ頭はいて、じゃあ組長は誰なの。スーツ姿であの人をしに行った姿が、あーあ、若頭感がすごかった。頭っぽいと、うん、兄貴の感じ、雰囲気、ね、結構ね、試合中はちょっとね、若頭っぽいプレーもあったりしますもんね、島田選手ね。あ、ないですか。そうですね、ありますね。ありますよね、ありますよね。はい、さあ、めっちゃあります。ありがとうございます。ということで、グループ3もこれで終了ということで、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。島田譲選手、岡本翔征選手、秋山博樹選手、鈴木浩二選手、ロメロ・フランク選手、矢村健選手、高田貴弘選手でした。いやー、早かったですね。ということで、ここでちょっとまたお知らせがございます。はい、皆さん、こうやって選手たちの話を聞いてると、シーズン開幕が待ち遠しくなると思うんですけれども、開幕戦に応援する選手のビジュアルやナンバーが入った選手応援アイテムの予約受付を本日から開始しております。ありがとうございます。はい、昨年ご好評いただいたブランケット、うん、それから定番のタオルマフラーなど、開幕戦に選手アイテムを手に一緒に戦いましょう。オンラインショップの URL は YouTube の概要欄にございますので、ぜひクリックしていただいて、ぜひ後ほどご覧ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてここまでですね、たくさん、もう紹介しきれないくらいスーパーチャットを送ってくださった皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。時間の関係で皆さん紹介できないのは本当に苦しいんですけども、ぜひ今後もですね、またスーパーチャットよろしくお願いいたします。お願いします。そして、はい。あ、もう次ですね。はい。行っちゃっていいですね。まあ、もう、グループ4の皆さんにご登場いただいております。ご紹介させていただきます。千葉和彦選手、マイケル・ジェームズ選手、水戸俊介選手、藤田和樹選手、小見洋太選手、遠藤亮選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ？ロメロ・フランク。ロメロさんいません？え、出足りない？出足りない？あれ？スリックでいますよね。まあ、いてもらいましょう。はい、とりあえず。はい。さあ、最初はまあやっぱりあれですかね。千葉選手ですかね。千葉選手からいきますか。はい。え、お帰りください。
ありがとうございます。ご無沙汰です、生の皆さん。あ、すごい、覚えていただいて嬉しいですね。はい、いや、千葉選手、いろいろとイベントも含めて一緒にやらせていただいたこと多かったですからね。千葉選手はビッグスワンに呼ばれて帰ってきたということでいいんですよね。はい、そう捉えてもらって構いません。じゃあ取りますけど。ね、2008シーズンで、マイケル選手と一緒にプレーしていると、うん、いうことで、はい、マイケル選手がまだ、ね、日本語が全然おぼつかないときに、うん、だいぶ世話しました。じゃあマイケル選手にとってこう日本語の先生は千葉選手だったりするってことですか、マイケル選手。あ、違います。千葉さんです。はっきり言いました。はい、間違いでした。一方的な。まあでも人生ではよくあることです、こういうのは。よくあることですよね。でもね、資料によるとメールの仕方を千葉選手がよく教えていたと。あとメールを、知人からマイケル選手が受け取ったメールの漢字がですね、読めないので、うんうん、これなんて言うんですかみたいな、あ、すいません、これなんて言うんですかみたいな感じで、よくそういうやり取りをしてました。はい、以上です。ありがとうございます。ディティールが正確です ね、うん、ね。マイケル選手、千葉選手、こう多分久しぶりにお会いしたと思いますけど、変わってます？なんか違うとことかあります？まあ、髪がちょっと伸びたぐらいですね。ほぼ変化なかった。逆です、髪昔長かったんで短くなってます。そうですよね。そうですよね。はい、ですよね。こういうところも含めてマイケル選手は成長してると思います。あ、お、余裕があると。はい、はい、なるほど。じゃあ千葉選手から見ても、まあプレーとしては13シーズンぶりか一緒にやるということで、そこも楽しみですよね。はい、ね、2人で楽しみです。2人でこうセンターバックでペア組むとかもありえそうですよね。そうです ね、まあ、いろんな可能性があると思うんで、マイケル選手がボランチやったりもするかもしれないし。おー、ボランチもなんかやりたいって、なんか巷の噂では、そういう噂も耳にしたりしなかったりします。マイケル選手、マイケル選手、ボランチもしたいですか？はい。したいんだ。じゃあひょっとすると千葉選手とマイケル選手のダブルボランチすら可能性があるということですよね。ああ、そっちの方が可能性があるみたいな。そうなの。放課じゃないでしょ、本当に。本当ですか。間に挟まれた小見選手がかわいそうだよ。ねえ、多分小見選手は今プロの洗礼をめっちゃ浴びてると思いますけども。ねえ、さあ、じゃあ続いて、水戸選手と藤田選手、実はね、絡みがあるということで行ってみましょうか。はい、お二人が昨年のアンダー19日本代表候補のトレーニングキャンプで一緒にプレーしているよということですね。はい、結構その、はい、普段のそのプライベートの時間とかでも一緒にお話ししたりとかもしたんですか、その時に。しないっす。どうなって今後に期待ですね。どうなって、ほぼじゃあ、ピッチ以外では初対面に近い状態。そうです。あ、なるほど。けど年代的に近い選手がいるっていうのはどうぞ心強かったりします？はい。おー、もうどうですか、すでにこう今そのチームの中で打ち解けたなって思える選手とかいます？秋山選手とマイケル選手です。おー、相思相愛だ。マイケル選手、はあ、マイケル選手、あれなんですか、こうやっぱ若手にもこういろいろケアをしてあげたりするわけですか？ああ、そうですね、今日もミトちゃんとコミと一緒にボール回ししました。ミトちゃんって呼ばれてるんですね。じゃあこう相性はミトちゃんでいいんですか？はい。どこかのアナウンサーみたいな感じです ね。プレーではこういうとこ見てもらいたいとかあるんですか、ミトちゃんは。イケメンのアナウンサーだと思います、多分おそらく。さあ、今は黙ってください。画面外からさあ、どう思います。さあ、今は黙ってください。見えないところからツッコミやめてください。
ね、あるんですか、あのこういうところ見てほしいとかっていうのは。僕ですか。はい、僕ですか。違います。自由だ。先に言いますけど絶対千葉選手でもないですからね。あ、よかった、牽制しました。、はい、先に言っておりますけど、はい、どうですか。僕はプレーですか。はい、そうです。はい、私生活ですか。違います。千葉さん、あんまり時間ないんですよ。コメントで千葉さん、おっさんです。このグループ、はい、会話が進まない。さあ、はい、ください。水戸選手、見てもらいたいゴール前でのチャンスメイクを見てもらいたいです。ゴール前のチャンスメイク、ね、え、期待したいですね。さあ、じゃあ続いて、小見選手と、水戸選手、じゃあ、ちょっとね、フォーカスしてみたいんですけど、お二人が1年前のスペイン遠征の大会で共にプレーしているということなんですね。お二人その時は話したりはしました。ちょっと、はい、ちょっと、もうどんな話したんですか。なんか JFA の先輩で翔平に来た方がいて、うんうん、その子についてちょっと話したりしました。ああ、なるほど。 JFA の先輩と高校の先輩っていうつながりで。ああ、そうです。なるほど。あの小見選手っていうとやっぱりこうみんなに言われるのはやっぱり PK じゃないですか。うん、けどまあこっち来て意外とそういういじりもないんで。 PK おかしいっすよ。あ、今やっといじられた。うん、ね、あれはなんでああいう PK するようになったんですか。なんか蹴り方をなんか先輩からその決めろって言われて、でなんか気づいたらああなってました。なんか多分みんな疑問に思うんですけど、あれってこう疲れないんですか。いや、全く疲れないです。お、誰かに教わったわけではなくてご自身でひらめいた。はい、あれとかもしてない。なんか言ったでしょ。いや、本当に皆さん、あの聞こえないくらいの声で言うのやめてください。マイクル選手、マイクル選手、あの、はい、どうですかね、 PK って今季小見選手経過にしますかね、キッカーになれますかね。ああ、そうですね、それはちょっと監督に聞いてください。めちゃくちゃ正式な回答。いや、まあそうなんですけどね。そうなんですけどね。はい、さあ、続いてが、遠藤選手ですね。はい、今シーズン唯一の、大卒ルーキーで、うん、なんと資料には、うん、面識のあるチームメイトがいないという。あら、そうなんですか。あれ、いないですよ。はい、寂しいです。なんかじゃあこう取っかかりになってくれるような選手が今のところいないということですよね。はい。あら、なんか寂しそうな感じが伝わってますね。でも、いや、お友達にはなりたくないですね。当たってあげて、当たってあげてあれ。遠藤選手、今どうなんですか。そう、あのチームとしてこう誰かが最初にこう優しく声をかけてくれたとかあったりするんですか。そうですね、千葉さんがやっぱり優しく面白く話しかけてくれてありがたかったです。全部嘘です。ちょっと照れてるじゃないですか。ね、全部嘘です。いやいやいや、一切そういうことしてません。一切そういうことしない選手です。いいんだよ、いい人になってもいいんですよ、千葉選手。あのちなみにあの遠藤選手ってあれなんですよね、憧れの選手がそのまあ、もともと浦和のユースで田中達也選手が憧れだというふうに聞いてますけど、これ本当。そう、ちっちゃい頃よくサイスターに試合見に行ってて、その時に、まあ、レッツのエースとして達也さんが活躍されていて、本当ちっちゃい頃はヒーロー的存在でした。はい、なんかそういう選手に、まあ、当然会ってお話とかされたと思いますけど、どうでした。言ってました。いやー、かっこよかったです。
かっこよかった。その時はどんなお話されたんですか。いや、もうちっちゃい頃から見てましたと伝えました。すごい。夢のような瞬間ですね。そしたら何て言ったのか聞いてみましょうか。向こうが。何て言ったんですか。ありがとうとしか言われませんでした。いや、シンプル。ね、ファンとのやりとりですよね、これね。本当そうです、ね。ちっちゃい頃から見てました。ありがとう。いや、これファンですよね。ちょっと人見知りなところもあるから。ねえ。なんかでもどうですか、そのアルビにいる田中達也選手を見て、なんかあの自分の持ってたイメージが崩れたりとかしませんでした。いや、全然イメージのままでした。はい。おお、かっこいい。かっこいい。でもチームの中で圧倒的にかっこいい。はい。マイケル選手とかかっこよくはないですか。いや、マイケルさんもかっこいいです。はい。ああ。ちょっとおしゃれで。ああ。ねえ。千葉選手はどうですか。千葉選手もかっこいいです。ちょっと回りましたですね。はい。回りましたね。今ここはファッションで見せるタイプじゃないんで。はい、ファッションが必要ないんですよ、人生において。はい。はい、人生に一番大事なもの、愛と人脈です。骨だと。そこそこ具体的なやつがそこそこ言っちゃいけない先輩ですよ、それ。ね、愛と人脈。すごい、ね、あの勉強になりました、遠藤選手。はい、とても勉強になりました。いい後輩だな。すいません、あの、まっすぐ受け取られるんで、気をつけてくださいね。ねあのちょっと、センターバック楽しみですね。あのちなみに、やっぱりあのここもブロックが、そのいわゆるこうルーキーの選手が多いので、あのやっぱりこう、特に千葉選手、マイケル選手から、こうね、プロとしてみたいなのも、やっぱり教わらなきゃいけないじゃないですか。ね、あの例えばあの小見選手、そういう部分ってもう教わったりしました、まあ、さっきのトレーニング中にはやっぱり人脈が大事だっていうのは選手が教わりました。練習中に言ってるんですね、今じゃなくて。でも伝えるときに伝えないと、後で言おうと思ったら遅いんですよ。はい、後で言おうと思ったらもうすぐ飯の時間、風呂の時間になりますよ。そしたらもうすぐ明日になりますよ、皆さん。栗田選手にも聞きたいんですけども、はい、あの千葉選手みたいな選手が入ってきて、どうですか、チームの雰囲気って変わりました？こいつ今それどころじゃないんですよ、お腹痛くて。そうなの？お腹痛いの？本当お腹痛いの？大丈夫ですか？じゃあもうちょっと優しい質問にしなさい。どうですか、千葉選手みたいな選手が入ってきて。すごい、去年に比べて賑やかになりました。似合ったね。さすが。まだ去年のくらいみたいに言い方すんな。いや、去年も明るかったです。十分。うん。あのちなみにこう藤田選手自体はそうやってこうチームのムードを作るようなタイプではないんですか。いや、どうですか。ちょっと今の反応で分かったと思います。急に突き放すの分かったんで。ちょっと待って、藤田選手にだけは厳しいんですね、マイケル選手。いやいやいや、怖い怖い怖い。あれ ?NG ワードこれ。ね、なんて急にしゃべ、あんなに喋ってたのに。いや、藤田に厳しいっすよ。厳しい。ああ、やっぱり同じ近いポジションとして。それやっぱり期待感からですか。そうですね、あの持ってるものは、あのすごくあの羨ましいですね。でもあの全然あの練習しないですよ。そんなことないですよね。サボっちゃうんですか。練習しますよ、ね。誤解誤解です。これいやだからもっと努力すればもっと上に行きます。ああなるほど。そんなもんじゃないと。そうです。もっと上に行けるという期待があるということですね。そうですよ。あの自分がミスして。自分のミスを自分で止めるんじゃなくて、あの相手がミスして止めるっていう、はい、
そういうのは多分できると思います。いいですね。誘ってね。誘ってね。そうそう。結構具体的な話は。まあ確かにね、昨シーズンそういうシーンもありましたよね。あの自らピンチを招いて自分で止めるという。ね。ありましたよね。はい。一番美味しい。そういうつもりはないんですけど。それそうだ。もうみんなそうだと思います。それはそうだと思います。はい。お腹が痛いということで。はい。痛くないからお腹は。さ。ということで、こちらのグループも残念ながら、ね、時間となってしまいました。千葉さんのインパクトが。ねえ、いやもう、非常に今、期待感も上がるね、グループだったと思います。千葉和彦選手、マイケル・ジェームズ選手、水戸俊介選手、藤田和樹選手、小宮太選手、遠藤亮選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あと気づいたらロメロ選手いなくなってよ、僕らにしか見えてないとかじゃないじゃない気づいたらいなくなってました、はい、さあ、ということでもう本当にね、はい、あっという間だったんですが、ね、トークショー終了となっておりますが、はい、ここで、うん、アルベルト監督からメッセージが届いているということでございますので、ぜひご覧いただきたいと思います。どうぞ。Estoy muy feliz de volver a veros, de estar preparados para empezar esta segunda temporada. Una temporada que seguramente volverá a ser excitante. Intentaremos hacer un fútbol atractivo, un fútbol que vosotros os sintáis orgullosos de este fútbol de ataque ofensivo que siempre es Albirex como protagonista. El objetivo es, como siempre he dicho, partido a partido.A través de este fútbol, intentar ganar partidos, intentar sumar puntos y conseguir la mejor clasificación para este año. Este es el objetivo. Por eso os pido todo vuestro apoyo, que es indispensable para que podamos realizar este objetivo de este año. Vizca Albirex.締めてもらいましたね。かっこいいですね。やっぱりかっこいい。行きたいです、今年も。ね、今年は栄光をつかみたいと思います。はいはい、さあ、ということで、2021アルビレックス新潟キックオフライブも終わりの時間を迎えてしまいました。うん、さあ、音声の方を入れていただきたいと思いますが、大丈夫でしょうか。いいですかね。はい、ありがとうございます。最後にチームを代表していただきまして、堀米選手からサポーターの皆さんへメッセージをお願いします。今日は長い間お付き合いいただきありがとうございました。僕たちは明後日から公式キャンプに行きますけれども、しっかりとみんなで、いい雰囲気を作って、いい形で開幕に向かいたいなと思ってますので、期待してお待ちください。頑張っていきます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、もうやっぱりあれですね。今日のトークを通じて、もう本当にチームの期待っていうのもすごく上がっていますし、今シーズンやれそうだなっていう気持ちもですね。また今シーズンも一緒に戦いたいと思います。めちゃくちゃいい雰囲気ですね。うん、もちろん僕たちも力の限り応援していきたいと思いますし、うん、サポーターの皆さんもぜひチームで応援をよろしくお願いします。はい、お願いします。一緒に戦っていきましょう。一緒に戦いましょう、うん、ということでございまして、今日はここで終了ということになります。うん、次はスタジアムでお会いしましょう。本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんスポーチありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。たくさんのスパ